浪人若様、新見左近は、佐々木祐一による日本の時代小説。実在の人物である、江戸幕府第6代将軍、徳川家宣の若き日の活躍を描く、痛快かつ劇で、同著者の時代小説デビュー作である。決め台詞は、猟師にあるものはされ、悪に組みするものは、青い一刀流が切る。今までメインで扱われたことのない徳川家宣を、主人公にしたのが最大の特徴である。基本的に1巻あたり4話収録されており1話完結の形をとっているが内容によっては1巻丸ごとないし2巻の続きものになっている場合もある。単に左近が悪党を成敗するだけでなく幕閣における息の詰まる駆け引きや市井の人々、旗本家の抱える問題に手助けをするホームドラマ的なほのほのした話もある。また、話によっては口述の岩木康則が主人公であったり、町の人々がメインで左近が脇役のような回もある。登場人物のセリフの掛け合いが絶妙で、ボケとツッコミの王道を貫いており、シリアスさと笑いを織り交ぜているため単調にならずに飽きさせない工夫がなされている。後に出た、公家武者、松平信平をはるかに上回る人気を保っており、同著者の看板作品になっている。1巻が出てすぐ大反響となり1月も経たずに重版が決定された。その後も重版され続け、後に数巻まとめてたびたび重版されるほどである。14巻で一度完結しているが、2018年11月に続編、新、浪人若様、新見左近が開始した。後に天下の名将軍と謳われた。徳川家宣が、甲府藩主、徳川綱豊であった頃、叔父である、徳川綱吉との後継者争いを避けるため仮病で、藩邸にこもったふりをする。その一方で元服前に名乗った、新見左近と名を改め、谷中のボロ屋敷に住む暇な浪人として、窮屈な殿様暮らしなど、まっぴらごめんとばかりに、自由気ままな生活を謳歌する。将軍後継争いや、幕閣の陰謀に巻き込まれながらも、名刀安綱を振るい左近が、葵の被験で通常では裁けぬ旗本や大名家臣、凶悪な盗賊など許せぬ悪党を退治、事件を解決していく。以下の項目はネタバレを含んでいるので要注意。安則以外の岩木家の者と道場の門弟等を以下に記す。左近に関わる江戸市井の人々を以下に記す。悪人は悪徳町人。その他の悪人を参照。甲州藩以外の徳川家の者を以下に記す。老中や若年より、その関係者を以下に記す。南北奉行所等の関係者を以下に記す。左近が関わった様々な旗本の関係者を以下に記す。旗本以外の諸大名の関係者を以下に記す。口述の百鬼組の配下であり、名のある大店などに押し入り、強盗や殺人など非道な行いをする集団。普段は札差しの丹波屋として姿を隠している。豊臣に仕えた高賀社の精鋭集団。特徴的な猛毒を使いこなす。黒雲組は百鬼組の配下である。石川情勢に仕え将軍後継争いに邪魔な左近を抹殺しようとしていた。大名盗賊に登場。元は出羽の大名だったが綱吉に改易された恨みを持って盗賊と化した。配下はすべて江戸に散らばりかごかきから、旅籠の首と様々な職業につき、普段から町役に協力する善良な庶民を装う。手口は狙いをつけた商家の周りに住み気づかれぬよう、集まり、火をつけたら、反鐘を鳴らし、その混乱に紛れて逃げるという役人すら見抜けない、周到さである。有金すべて盗んだ上、家中皆殺しにしてから火をつける残酷な所業をする。配下はすべて口述する軽上流の忍びであり、盗賊改めや、伊賀者すら歯が立たない。青い一刀流を操る左近か、甲州忍者の小五郎や、楓並でないと、立ち打ちできない、レベルの強さを持つ。本作における最後の敵対勢力。当初は、柳生新影流を使い終わりの不可労より立候補者を襲い、尾張藩関係者を匂わせていた。さらに、鶴姫までをも毒殺しようとして綱吉が完全にパニックに陥ってしまう。実は、牧野の配下である木島の命によって動いており、家光の血を引く者を根絶やしにして、綱吉の隠し子とされる人物を将軍につけた後に、後見人として、権力を我がものにしようとしていた。後述の右京や、曹参含め今までとは、次元の違う剣の使い手が揃っているため左近や、小五郎、楓たちすら命の危険にさらされることになる。同時に、左近の急所であるおことをさらい自分たちの手駒として、使おうとしていたが、権八や百合たちの活躍で阻まれた。武家以外の悪事を行う町人等を以下に記す。悪党で前述のジャンルに入らない者たちを以下に記す。闇の剣雷神器量天馬姫の恋将軍の鹿下郎の宿日光見代わり旅浅草の決闘風の立ち大名盗賊江戸城の闇、左近暗殺指令人斬り純情剣片腕の剣閣将軍への道。ありがとうございます。